旧車系 YouTuber ひでチャンネルです。いつもご視聴いただいて本当にありがとうございます。温かいコメントや高評価のグッドボタンなどいただいていつも本当に励みになります。じゃあということで、昭和58年式 GZ10 のソアラ、こちらね、後期の最初期型なんですよ。めちゃくちゃ珍しい個体です。そして、ね、このカラーリング、なんとね、オリジナル色です。オプションカラー、今ねちょっとオーナーさんにカンペいただきまして、オプションカラーっていうことで、だからまあカタログ上で選べるってことですよね。そうですね、はい、ね、ということなんでね、かなり珍しい個体です。それではオーナーさんに聞きながら見ていきましょう。はい、すいません、オーナーさんお願いします。ということで、いやめちゃめちゃかっこいいね、10系のソアラなんですけれども、ありがとうございます。これね、フェンダーミラーは前期ですよってね、学校で習ったと思うんですけどこれは違うんですよね。そうですね、はい、後期ですけどフェンダーミラーということでね、はい、ちょうど本当にね、ドアミラーとフェンダーミラーの過渡期の車両ということで、ね、大変珍しい車両ということですね。そしてこのね、カラーリングなんですけど、小野さん、これなんていう色なんですか？これはオプションのカラーになりまして、はいはい、ちょっと自分もなかなか思い出すのがあれなので、カタログ見ますね、はい、パフォーマンストーニング、パフォーマンストーニング、はい、というカラーになります、ね、はい、なるほど、パフォーマンストーニングというカラーなんですけど、まあね、何色ですかっていうと茶色ですけど、すね、若干ちょっとなんか青っぽい色がなんか、ね、まあね、見えるというか、はい、ね、という感じの非常に、ね、渋い感じの色ですね。フロントマスクから見せていただきましょう。はい、こういう感じになってます。いかがでしょうか、ね、これはあれなんですか、これヘッドライトはスモークレンズですか？これはライトマスクです、ね、ライトマスク、はい、こんなフロントのライトマスクっていうのがあったんですね。これは熊本のパワーフラッグさんっていうショップが、はい、パワーフラッグさん、はい、オリジナルで、オリジナルですね、はい、なるほど、非常にね、キュッと締まった感じで、またこのカラーリングと合いますね。ね、ところって一応後期なんで、はい、後期グリルから前期グリルに変えて艶消しに、はい、これは今ね、前期グリルになっているということですね。これあのリップとかはこれは純正品なんですか？何もつけてないです、はい、何もつけてないです。もうあの純正リップをつけず、もうそのまんまみたいなね。一応つけてみたんですけど、はい、あの家に入れなかったんで。なるほど、はい、外しました。格好悪かったからとかじゃなくて、家に入れなかった、あるあるですやりすぎると、ね、うちの車庫入りません的な状態になりますからね。はい、そしてね、ホイール、こちら渡辺ですよね、はい、こちらは 何インチのホイールなんですか？フロントは、R タイプの14インチの QJ、はい、QJ、ね、QJ、そして16555R14 ということでね、まあ、かなりパツパツで引っ張っているということです。フロントはでも爪も何も加工してないです。あ、加工なし、加工なしです。だソラはもう加工なしで入っちゃうと、フロントは入ります、入っちゃうということなんですね、はい、そしてね、オーナーさんお金持ちなんでしょう。ちゃんとね、ナットまで鶴のマークがあると、ね、こだわっている感じです。で、先ほどね、あのオプションカラーってお伺いしたんですけど、はい、この下のね、はい、この色、はい、これももともとってことなんですか？このカラーは全部、上がブラウンの下がグレーなんです、ね、なるほど、これが純正で選べたと、はい、なるほど、めちゃくちゃ珍しいですね。さあ、そしてね、リア周り行きましょう。ソアラといえばね、やっぱりこのリアガラスの傾斜とトランクのこの関係性がね、非常にかっこいいですよね。僕もね、実は20ソアラ昔乗ってたことがあるんですけど、やっぱりね、かっこいいです。もう一回乗りたい車、ね、ソアラです。さあ、そしてリアのホイールなんですけど、こちらフロントよりは太いですよね。そうですね、リアは 10J ということで、で、こちらはなんか爪寄りかなんか加工してるんですか？叩き出しを予定してたんですけど、はい、叩いた瞬間に今ボディが腐ってて、
なるほど。フェンダーが飛んでった鉄板で作りました。なるほど。なんでなんでもう鉄板できっちり作ってるぞと。そうです、はい、そしてあの予想外にレスターもちょっとできたということで、そうです、はい、いやでも非常に作りが良くてね、はい、あのね一見こう何もやってませんって言われてもわからないぐらいの、ね、実際に大きさ的にフロントとバランス見て、はいはいはい、いいぐらい、はい、なるほど。ってことはもうこれはねノーマル状態で見比べるとやっぱ違っているという感じなんです、はい、ね、このこだわりの、ね、フェンダー形状をしっかりと、ね、写しておきましょう。はい、こんな感じになってます。タイヤサイズは 18550R14 をパッツンパッツンで引っ張って、ね、はい、完全にこのアルミの耳が出てる感じが、ね、はい、もう引っ張りタイヤだぞということです。そしてはい、いかがでしょうか、ね、ソアラのお尻なんですけれども、なるほど、ここを見るとね分かりますね、後期ですね、はい、これ前期だとこのねグリフォン君がいないんですよね、ちっちゃいです ね, ね、はい、そして GT ツインカム、ね、24バルブトヨタソアラということでね。でオーナーさん、はい、こちらのね、はい、テールレンズのカバーなんですけど、はい、こちらもフロント同様に、はい、熊本のパワーフラッグさんで作ってるオリジナルです。なるほど、オリジナルなんですね、はい、なるほど。いやね、僕ね今聞こうと思ったのは、はい、いやよくこのロンザのロゴが残ってますね。結構ねあのロンザのやつつけてる方もこのロゴだけあのパリパリっと取れちゃうんですよ。当時物はやっぱりちょっとね、はい、まあ、これはだからあのリプロ品というか、そう、はい、そういう感じなんでしっかりしていいステッカーを使っているんじゃないでしょうか。そしてねニョキッと出たねマフラー、いやーこれねあの 1G ということで、はい、めちゃめちゃ甲高いい音しそうですね。そうですね、うるさいですね、はい、うるさいといただきましたはい、それではね室内の方を見せていただいてよろしいでしょうか、はい、後期だけどフェンダーミラーで、このガラスのこれがね本番はあのドアミラーってここにはいはいつきますよね、三角のね。そう、これがないけこのドアも貴重だよね。そうですね、はい、このあ、だからこれがないドア、このドアミラーがつけれないタイプ。はいはいはい。そうそう、開けさせていただいて大丈夫ですか？あ、お願いします。はい、ということで全開でいけます？はい、行けます。ありがとうございます。はい、やっぱりね10ソアラといえばこの開き具合じゃないでしょうか。で結構この内装色珍しくないですか？そうですね、これも珍しいと思いますね。これはクリーム系の、ブラウン、まあそうですね、ブラウンクリーム系ですね、はい、しっとりとした内装となってますね、はい、いやこれ多分僕原車的には初めて見てると思います。 すごいボディカラーに多分あって、はいはいはい、いいと思います、はい、ね、いい感じですよね。そしてこちらにはね、はい、ソアラとねありますね。そしておお、五速ミッション、そうです、乗せ替えになります。乗せ替え五速ということでね、はい、はい、こちらねメーターにはねデジパネがついてますね。こういう感じになってます。これはあれですか、あのこの方のソアラには標準でこのデジパネってこと。そうですね、はい、なるほど、ね、向こうにはね、はい、各ステッカー類が貼ってあって、はい、室内はこういう感じになってます。いやでもねこのソアラのねちょっとセミバケみたいな感じの、ね、シートがね非常にいいですよね。純正が一番いいです。最高ですよね純正、はい、ね、はい、そして革張りではないんで、ね、あのひび割れもないと、はい、今となってはこっちの方が ね、 そうですね、あの、はい、上品に見えるということじゃないでしょうか、はい、さあそしてね、はい、オバハン、はい、これねあの僕の今日乗ってきたサンバーにもいいです、ね、同じものがついてます、はい、多分ねあのサイズも一緒だと思います。28倍です、はいはい、サンバーにオバハンをつけてるバカ野郎ですから、はい、そしてね五速化ということでね、はい、ちょっと癖のあるクラッチの位置が、これはあれですよね、はい、僕多分これを乗って帰ればいいよとか言われても、はい、多分運転できないと思います慣れれば全然、なるほど、はい、そういうことなんですね、はい、やっぱり慣れが大事ということでしょうか、はい、さあそれではオーナーさんエンジンルーム見せていただいてよろしいですか、はいはい、基本的にはノーマルです。はい、いやサウンドには定評のあるね 1G エンジンなんで、ボケてます。なるほど、はい、これはわざとじゃなくて、今気づきました。なるほど、じゃあこのまんま走ってきたと。そうですね、いや昨日開けた時は大丈夫だったんで。なるほど、じゃあ走ってる時に
もうあれでしょうか、この暑さでやられたかもしれない、やられたんじゃないでしょうか、はい、やられたかもしれないです、はい、そしてねこちらね、はい、ヤマハと共同開発の 1G エンジンが乗ってますよ。いやこれめちゃくちゃいい音しそうですね。なんかあれですか、タコ足とかもやってある。タコ足は当時もののトラストが入ってると。なるほど、はい、1G トラストといえばね、はい、最強の組み合わせじゃないんでしょうか。ということでオーナーさん、はい、エンジンかけていただいてよろしいですか。やっぱりね安心感のあるこの 1G の音。さあそれではねちょっと排気音の方も聞かせていただきましょう。お願いします。もうね安定の 1G ですよね。あのねこれソアラフリークの方もおっしゃってたんですけど、あの三輪より音は 1G の方が好きだっていう方が結構多いんですよね。はい、ということでねお届けしました。いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。あ、熱中症になりました。熱中症になりました。あ、あるあるですね。あるあるですね。そしたら最後の部分だけやったんで、はい、なんとか作ってあれします。あ、いけます。はい、大丈夫です。はい、でも実は、はい、デジパネの部音は取りたかったんですよね。デジパネの部音、あのタコメーターが上がる。ああ、なるほど。はいはい。パソコンでご覧の方は画面左側、スマホでご覧の方は画面右側をご覧ください。ヒデチャンネルの公式グッズがご覧の動画の下から購入できるようになりました。